こんにちは、ゆきです。前回はこんな感じのところまで作ってきたので、今回はよりふわふわな感じのスポンジにして、あとケーキの上に乗っているいちごとかクリームのマテリアルも設定していきたいと思います。では作っていきましょう。ケーキをふわふわにするためにはこちらのサブサーフェスという値を調整していきます。こちらを上げていくとこんな感じで光を透過してくるんですけど、このままだと全体に光を透過してきてしまうので、まずはスポンジの部分とそれ以外の部分で範囲分けしていきたいと思います。これを範囲分けしているノードはこちらのノードになるので、これにつながっている RGB ミックスを Shift Ctrl D で複製します。1と2につながっているノードは必要ないので取っておきましょう。カラーとサブサーフェスをつないでいきます。色2の方がスポンジなので、色1の方は影響がないように HSV 全て0に設定していきます。続いて色2の方を変えていきましょう。サブサーフェスを見るときは逆光で見るのが操作しやすいかなと思うので、とりあえずこちらのライトを選択して RZ で回転していきます。こんな感じで逆光で見ていきましょう。まずは色2の H と S を0にして、 V の値を小さくしていきます。この V の値を小さくしていくと、だんだん透けてくる範囲が狭まってくると思います。こんな感じでだいたい透ける範囲は設定できたんですけど、今この透けているカラーが変な感じの青色になってしまっています。今回はサブサーフェスをこちらのランダムウォークではなくて、こちらの一番上ので設定していきたいと思います。そうすると今度は真っ赤になったかなと思います。こんな感じに変わったら、今度こちらのサブサーフェス範囲というところをクリックしましょう。今真ん中が 0.2 になっているので、こちらを 0.3 に、続いて一番下が 0.1 となっているので、ここを 0.2 に変更します。そうすると先ほどよりもちょっと黄色っぽい感じに変わったかなと思います。あとは透けている範囲もうちょっとだけ狭めてもいいかなと思うので、こちらの RGB ミックスから 0.012 ぐらいに変更します。こんな感じで透けている色はいい感じになってきたと思うんですけど、そうすると穴があんまり目立たなくなってしまってちょっと変なので、ディスプレイスメントの値を大きくしていきましょう。このスケールもうちょっと大きくした方が良さそうなので 0.003 くらいまで大きくしてあげます。そうするとこんな感じでスポンジ感が出てきたかなと思います。ではこんな感じでショートケーキのマテリアルは完成したので、こちらのケーキ以外の部分のマテリアルも設定していきましょう。マテリアルを作るときに多分スラッシュで他のものを隠したと思うので、もう一度スラッシュを押します。では今度はいちごとかこのクリームのマテリアルを設定していきましょう。いらないものは H キーで隠しておきましょう。ここら辺はいらないので隠しておきます。まずは生クリームから設定していきましょう。生クリームのマテリアルはこちらのこのショートケーキに使ったカラーなどを流用していきたいと思います。生クリームに使用したのがこちらのカラーランプとこちらのノイズテクスチャ、あとテクスチャ座標を選択しましょう。続いて生クリームのディスプレイスメントに使用したのがこちらのノイズテクスチャとカラーランプですね。あとはディスプレイスメントもシフトを押して選択します。続いてこちらの粗さにつながっている RGB ミックスにつなげてあるこちらのノイズテクスチャとカラーランプもシフトを押しながら選択します。生クリームに使ったマテリアル濃度はこんな感じだと思うので、コントロールプラス C でコピーしてあげましょう。そうしたらクリーム選択して新規、名前をつけておきます。コントロールプラス V で濃度を持ってきましょう。濃度を整頓していきます。ではそれぞれまたつないでいきましょう。カラーランプと高さ、ディスプレイスメントとディスプレイスメント、カ
カラーとベースカラー、こちらもカラーと粗さをつないであげます。適用サブディビジョンにチェックを入れて、マテリアルプロパティから下の方にある設定の中のバンプのみをディスプレイスメントとバンプに変更します。ちょっと光が見にくいかなと思うので、こちらの角度戻してあげましょう。この Z を0に変更します。では調整していきましょう。まずディスプレイスメントでかなりこの輪郭よりも膨らんでいるような感じなので、中間レベルを上げていきましょう。オレンジ色と輪郭がだいたい同じぐらいに変わりました。後の値については、こちらのノイズテクスチャ、もうちょっとだけスケールを大きくしてノイズを小さくしてあげて、こちらのカラーにつながっている方は多分変えなくてもいいと思います。ではこちらにもクリームのマテリアルをつけてあげましょう。こちらも同じようにクリームを選択します。こんな感じでクリームのマテリアルも完成しました。では続いて簡単なのから、こちらのアラザンを 1,2,3,4 つ選択します。クリームのマテリアルと似たような構成にしたいので、クリームを選択して、こちらの新規マテリアルからマテリアルを複製してあげます。コントロールプラス L、 マテリアルをリンクで同じマテリアルにしてあげましょう。名前はアラザンに変えておきます。こちらはディスプレイスメントじゃなくてバンプにしていきたいので、ディスプレイスメントはデリートで削除。続いてカラーランプも必要ないのでデリートで削除します。シフトプラス A、 ベクトルの中のバンプを選択。ノーマルとノーマルをつないだら係数と高さをつないでおきます。続いてメタリックを1まで上げていきましょう。ちょっとバンプの強さが強くて表面がザラザラしすぎているので、バンプの強さ下げていきます。アラザンはそこまでボコボコっとした見た目じゃないので、だいたいこれくらいでいいかなと思います。ツヤ感もちょうどいいぐらいなので、こんな感じで設定終了したいと思います。では続いて今度イチゴのマテリアル設定していきましょう。今こちらスロット2になっているので、スロット1の方のマテリアルを選択します。クリームと似たような感じのマテリアル構成にしたいので、 A で全選択、コントロールプラス C でコピー。またイチゴに戻ったら、一度こちら2つデリートで削除して、コントロールプラス V で貼り付けます。まずは色をつけていきましょう。こちらのカラーランプを使って、赤っぽいカラーにしていきます。続いてもうちょっとツヤツヤしていてほしいので、こちらの粗さにつながっているカラーランプの数値を小さくしていきましょう。片方が 0.1 ぐらいで、もう片方が 0.3 ぐらいでいいかなと思います。もうちょっと色を調整して、続いて質感も調整していきましょう。ノイズテクスチャのスケールをもうちょっと小さくしていきます。あとこちらのサブディビジョンサーフェスから適用サブディビジョンをチェックして、マテリアルプロパティからバンプのみをディスプレイスメントとバンプに変更してあげましょう。スケールを調整しながら、カラーランプも少し調整してあげます。中間レベルは 0.5 に戻しておきましょう。
ゴツゴツ感はだいたいこんな感じなので、中間レベルをもうちょっとだけ大きくして輪郭を変えていきます。あとはこちらのイチゴの方のスロット2のマテリアルもこちらのイチゴのマテリアルに変更しておきましょう。こちらはストロベリーと名前を変えておきます。あとはこちらのイチゴ少しだけ透け感が欲しいので、このランダムウォークを一番上のに変更したら、サブサーフェスをちょっとだけ大きくしてあげます。イチゴはそんなに透けなくていいので、0.002 でいいかなと思います。また色をちょっとだけ調整しておきます。ではここまでできたらイチゴのこのヘタの方の部分、こちらはもうちょっと白くしていきたいと思います。シフトプラス A からテクスチャの中の波テクスチャとコンバーターの中のカラーランプを選択します。オブジェクトとベクトル、係数と係数をつないだら、シフトプラス A からカラーの中の RGB ミックスを選択、カラーランプとプリンシプル BSDF の間に入れてあげましょう。こちらのカラーは係数につないでおきます。まずは波テクスチャの X を Z に変更しましょう。こんな感じになるので、まずはスケールの値を小さくしていきます。続いてもうちょっと輪郭をはっきりさせたいので、黒と白を近づけていきましょう。あとはこの白い部分の位置をこちら側に持ってきたいので、位相オフセットを使って移動していきます。イメージとしてはだいたいこれくらいの範囲でいいかなと思います。あとはもうちょっとだけこの輪郭を歪ませたいので、歪みの値を上げて細かさを上げて、細部のスケールも上げて、細部の粗さも上げていきましょう。もうちょっとだけ歪みを上げて、こんな感じですかね。あとはこちらのカラーを変えていきます。 RGB ミックスの色2からちょっとだけ黄色っぽい感じにしてあげるといいかなと思います。もうちょっとここをにじませたいので、少しだけ離してあげます。スケールもうちょっと小さくして、まあだいたいこんな感じでいいかなと思います。ではこちらのイチゴたちもスロット2をストロベリーのマテリアルにしておきましょう。こちらも選択してストロベリー。あとは種の大きさちょっとだけ小さくしておきます。あとはこの下に転がっているアラザンもマテリアル設定してあげましょう。では最後にこちらのロゴのマテリアルを設定していきたいと思います。まずは新規をクリックしましょう。シフトプラス A からテクスチャの中の画像テクスチャと
入力の中のテクスチャ座標を選択します。 UV とベクトル、カラーとベースカラーをつなぎましょう。ここまでできたら、こちらの開くからロゴに使いたい画像を選択しましょう。こんな感じでロゴを入れることができました。ちょっと角度変えておきます。では質感も変えていきましょう。アラサンを選択したら、こちらの4つ選択してコントロールプラス C でコピーします。コントロールプラス V で貼り付けをして、オブジェクトとベクトル、こちらもオブジェクトとベクトル、カラーとアラサ、ノーマルとノーマルをつないであげましょう。ちょっと光の関係で見にくいので、ライト回転していきます。こんな感じになっているので、もう少し調整していきましょう。もっとこのバンプの部分細かくしていきたいので、粗さを上げていきます。 0.9 ぐらいまで上げて、あとはバンプの強さを下げて、表面の質感はこんな感じでいいかなと思います。あとは粗さに使っているノイズテクスチャーのノイズ、もうちょっとだけスケール大きくしましょう。こちらの左右も少し近づけて、ノイズをくっきりさせておきます。表面の感じはこんな感じでいいかなと思います。あとはお好みでメタリックを上げてあげると、こんな感じで金属プレートっぽい感じにもできます。メタリックはお好みで調整してあげてください。あとは今回ちょっとロゴがこの全体に比べて小さかったので、UV エディティングに移動します。A で全選択したら、こちらのレンダービューを見ながら S で小さくしていきましょう。そうするとこのロゴの割合が変わってくるかなと思います。こちらも作ったロゴに合わせて調整してあげてください。あと種のマテリアルも設定がまだでしたね。こちらもしていきたいと思います。マテリアルスロットに2つあるので、両方とも削除してあげましょう。種はアラザンと同じようなマテリアル構成にしていきたいので、アラザンを選択、新規マテリアルをクリックして複製してあげます。メタリックを0にしてカラーを変えていきましょう。ちょっと暗めの赤っぽい感じにしていきます。あとは特に変えなくてもいいかなと思います。ちょっと今回のイチゴ溝が浅かったような気がするので、そこだけ調整していきましょう。タブキーを押して編集モードに移動したら、こちらのマテリアルプロパティから下のストロベリーで選択をして、この三角形を選択してあげます。 S で縮小していきましょう。では次回からはこれ以外の他のマテリアルの設定をしていきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。